それでは煉獄魔境3連戦やっていきたいと思います。で、今回に関しては手動ですね。フルオートでもやってたんですけど、やっぱね、安定性がなくて事故率が高いです。なんで、まあ手動でやってた方がやっぱ早いですね。まあ大体の人がやってる仁王立ち、守り人が仁王立ちを使いながら、あと魔剣士とか忍者で攻めていくような感じですね。やっぱね、今回のね、新武器のゴールデンクレーマーか、あれがあるとないじゃ全然違いますね。あれがあれば本当に楽勝なんで、まあ、もちろんね、特級色のレベルの育ち方と、あと心所持率にもよると思うんですけど、ただあのゴールデンクレーマーに関してはかなりぶっ壊れです。だって普通に考えて、開幕守りの盾がついてるんで、開幕捨て身の、まあ、バイキルトでもいいんで、プラス、まあ、その後会心必中でもいいですし、普通に攻撃してってもいいんですけど、それに妖精の炎月に、まあ会心必中やらない場合は妖精の炎月にでやって、その後ゴールデンクレーマーで攻撃するような感じで必中になるので、かなり強いですよね、あの武器は。その物理でやっていく中で、あの武器に関しては相当強いと思います。なんでまあ自分もね、取ろうとは思ってるんですけど、まあ焦ってはいないんですけど、まあ来月ぐらいにガチャ動画出そうかなとちょっと思ってます。やっぱね、あの武器ね、見てるといろんな配信者が使ったりしてるんですけど、それをね、やっぱ見てしまうと欲しくなっちゃうんですよね。まあ、自分でももう出た時に強いなとは思ったんですけど、あと自分魔剣士の使用頻度が高いんで、それを考えるとやっぱあの武器は取っとかないと、両手剣なんでね、取っとかないと後々後悔しちゃうと思うんで、自分は絶対一本は取ります。まあね、まあ今年も もうほとんどないので、終わりですし、まあね、元旦もね、強いガチャ来るのは分かってるけどやります。 D ランク、え、これ2戦目です。やっぱこのガーゴイルが残っちゃうんですよね、最後に。どうしてもその全員耐性の倍率によってどうしてもね残っちゃうんですよね。で、これがラストの3戦目です。で、これで討伐完了。で、心は D ランク。それではレッドオーガ3連戦やっていきます。で、開幕ゴッタンダー守りの盾ですね。で、この呪い攻撃が痛いんで、これで呪いになってしまうと HP が半分になってしまうんで、で、バイキリトがうまく全員にかかります。で、もう攻撃ですね。まあ魔剣士2枚に関しては銀河の剣なんで、開幕守りに盾がついてるんで、もうすぐ捨て身いやバイキリトを入れればすぐ攻撃できるんで、これがね使いやすいですね。
して、まあこの攻撃も痛くないですね。やっぱ呪いにかかってしまうと、もう最大 HP がね、半分になってしまうので、それがね、かなり厳しいんで、やっぱ守りの盾があった方が立ち回りやすいですね。で、あとはもう殴っていくだけですね。まあ、セミオートみたいな感じかな。だからこれ普通に考えて、例えばこの英雄の槍に守りの盾が、例えばね、本の先についたとしたら、これとんでもないと思うんですよね。英雄の槍に開幕、いきなり守りの盾なんてついてたら、これはね、とんでもない武器になっちゃうと思います。英雄の槍で開幕守りの盾がもし ついてたらすぐ捨て身かけれるし、で捨て身かけなくても攻撃していく段階でずっと攻撃ね更新したりできるんで、かなり強いと思う。そういうことになってしまったら、まあ今後そういう武器が来るかもしれないし、今の時点で英雄のやつで相当強いんで、無属性で回復できて自身の攻撃力も更新できてっていう感じなので強すぎるね。まあ日本欲しいなって自分もちろん思ってたんですけど、この英雄のやりが例えば4本とかあったら普通にメガモンね回復なしでいけるっていう話なんで、強すぎなんですよね。で、心は D ランク。で、これ2000目ですね。で、これでホームランですね。英雄の槍でホームラン。で、心は D ランク。で、これが3点ですね。で、またホームラン。ナイス戦、強い。レッドワゴンの心は D ランク。